中島隆之は、元福岡県副知事。1964年に、西南学院大学小学部小学科を卒業した、あと、福岡県庁に入庁。地方課課長、商工部長、企画振興部長などを歴任した。1999年、後に、全国知事会長となった、麻生渡る県知事の指名と議会の承認により、福岡県副知事に就任。 2009年12月16日、詐欺容疑で逮捕されていた福岡県庁村会の業務課三次らが、裏金を使い中島を複数回接待したと、供述していた福岡県庁村会を食事件が報道され、19日に辞任を表明。21日に辞表を提出し受理された。接待疑惑については、沈黙を守っているが、高級クラブやマージャン店などでの飲食代、 ゴルフの接待、プロ野球観戦のチケット代の支払いを肩代わり、してもらったなどと報道されている。福岡県庁村会を食事券の福岡県警の捜査は、後期高齢者医療制度発足に際して、福岡県の広域連合組織にあたって、県庁村会に有利な計らいをしたお礼に、全国町村会、県庁村会長を兼ねていた添田町長、山本文夫から賄賂を受け取った。 贈収賄事件に発展し、2010年2月2日夜、山本ともども警察に逮捕された。収賄罪で起訴され、10月20日に、懲役2年、執行猶予3年、追徴金100万円の有罪判決が言い渡された。こんにちは先輩、西南スピリット第144号、西南学院大学、2003年4月、2010年3月21日、閲覧。 副知事を、接待と供述福岡県庁損壊の詐欺事件。共同通信社。http://www.47news.jp:/cn/200912/cn2009121601000956.html2010 年3月21日閲覧。接待問題で。 中島副知事辞任へ、福岡町村会の不正経理事件。共同通信社。h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0ラ9 1 2 c n 2 0 0 9 1 2 1 9 0 1 0 0 0 5 1 8 h t m l 2 0 1 0年3月21日閲覧。福岡県副知事が辞任。 県幹部接待疑惑。読売新聞。http www. 読売。cojp.national.news.2009 万1221イ 1T00843。htm2009 年12月21日閲覧。終賄容疑で、元福岡県副知事大保県町村会側から、現金。西日本新聞。 h t t p w w w n i s h i n i p p o n c o j p n n p i t e m 1 5 0 1 6 1 2 0 1 0年3月21日閲覧。福岡前副知事に有罪判決増収賄で地裁。日本経済新聞。2017年8月1日閲覧。ありがとうございます。